新型コロナの感染拡大で各地で外出が制限される中、サンタクロースがプレゼントを配れるか不安に思う子どもに対し、イタリアのコンテ首相が特別な許可証があると答えました。イタリアでは現在、外出制限を伴うロックダウンが導入されています。5歳のトンマーゾ君はコンテ首相に対し、サンタクロースの外出を制限しないよう懇願するメールを送っていました。コンテ首相は12日 Facebook で、サンタさんは国際的な特別許可証を持っていて、世界中の子どもたちにプレゼントを配ることができると答えました。さらに、サンタさんはマスクをして適切な距離を保っていると言っていたと付け加えています。トンマーゾ君がサンタクロースのためにツリーの下に消毒液を置いておくと約束したことには素晴らしいアイデアと応じました。またコンテ首相は、ウイルスの撃退だけではなく他のプレゼントをお願いすることも忘れないよう呼びかけました。